はい、皆さん、こんにちは。ゆうりです。はい。それでは今日はですね、ザ・アイスの舞台裏、テレビでやってたやつ、TVer に上がってたのなんだけど、それの、感想、はい。感想動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。そう。ザ・アイス、昨日の夜かな？昨日、この放送が上がったのかどうかわからないんだけど、ザ・アイス盛岡公演の舞台裏って言って、盛岡公演の、ザ・アイスの、裏側撮ったやつとかが放送されてたんですよ。で、これ、見れると思うから、みんな TVer 今だったら、多分限定1週間とかだから、今だったら、まあ、それもさ、見れてない人がいればと思ったんで、貼っときますんで、はい。概要欄に貼っとくので、もしよかったら皆さんそれご覧くださいっていうので、今動画撮り始めた。そう。で、あれ、見た。よ、いいテレビだったね。地方のテレビだったけど、盛岡の地方のテレビだったけど、なんか良かったですよ。内容はめちゃくちゃ良かったです。はい、はい。ね、ざっと内容を滑るね。うん。で、ちょっと、かなだいの話はもちろんするんだけど、日本人選手が、の演技がメインだったので、なので、放送があったのは、舞ちゃん、かおちゃん、りくりゅう、とばのくん、ジェイソン。はい。で、ダンスバトルがあって、かなちゃんがそこに出てて、で、ソーラムシコと、姉さん、姉さんとしょうまくんのコラボ、しょうまくんでしたね。演技があったのはね。で、フル演技はね、後半のソーラン節ことと、姉さんちゃんと、あと姉さんとしょうまくんのコラボと、しょうまくんの演技だけはフル演技だった。で、間でなんか舞台裏とかインタビューとか、あとなんかメインは結構、しょうまくんの、インタビュー撮ったりとかしたので、しょうまくんのファンが一番嬉しいと思うけど、でもかなだいファンも結構かなちゃん、だいちゃん出番多かったんじゃないかなと思って嬉しかったです。そうね。で、なんか全体的な作りもすごい良かったし、まあ最初から話していくと、まいちゃんの演技もう、そのセリーヌ・ディオンのやつも、あ、やっぱいいなと思いながら、あと、かおちゃんの今シーズンのフリーもいいなって思いながら見てた。すごい、すごい作り的にはね、ザ・アイスを思い出させる感じで良かったですよ。で、カナダイの、ソーラムシコトについてもちょっとね、ちょっとこれは、私としては、ショックというか、分かってたことなんだけど。ザ・アイスのさ、大阪公演と名古屋公演は私マスクは見たんですね。現地で。で、その時はすごい興奮しながら、すごかったっていうのを撮ってるから、あれは有料か。有料。ごめん。ちょっとまたビデオが止まった。そう、現地でね、すぐ撮ったやつはね、有料の方で配信してて。まあでも何？ YouTube にもアップしてるから、公演の内容の様子とかアップしてるので、それはまた概要欄に貼り付けておきますので、まあそれを見てもらったら、あ、で、アイスショー観戦日記みたいな、再生リスト作りました。だからそこにそれを貼っていくよ、どんどん。もう再生リストもさ、何？作り方がわからなくなってさ。うおうさおうしたわけですよ、ほんま。そうなんです。やっとちょっとね、ちょっとずつ YouTube を見やすいように、再生リストの作り方も分かったので、はい、見やすいように整理していきたいと思うので、はい、はい、はい、海外の観戦の動画ばっかりにするとか、あと、海外の観光ばっかりするとかにしていきたいと思うので、皆さんちょっと待ってて、もうちょっとちゃんと見やすいように今からちゃんとやっていくわ。はい。ごめん、脱線した。そう。それで、話してたと思うんですけど、そう。なんか雰囲気のまま、もうほんとザ・アイス見たなっていう雰囲気のままの方が十分伝わってくる、なんか舞台裏のテレビだったんで、すごい、地方のテレビだからめちゃくちゃいい作りだったなって思いました。はい。で、そうそう、舞ちゃんとかおちゃんの演技の話して、で、舞ちゃんもかおちゃんも、りくりゅうも、ともの君も、全部演技は抜粋だったんですよ。あとジェイソンもっていう感じだって、そうそう。それで、
で、しょうまくんのインタビューが、なんか大ちゃんに対するこう思いのインタビューみたいなのが入った後に、かなだいの紹介、かなだいのインタビュー、かなだいの、演技だったんですけど、まあ、まあ私的には、まあ、ソーラン節コート見たかったから、まあ、見れたっていう喜び、あの、かなちゃんのダンスバトルでどんなダンスだったのかっていう、かなちゃんがね、それと、あとなんか、あの、優勝したっていうのは知ってたからね、と、あと、あの、かなだいのソーラン節ことを見たかったなって思ってたからさ、見れたのは良かったんだけど、あのね、ちょっとショックだったの。もう、あーってなった。なんかもうエッチの倒れ方はまあね、それはあんなにディープエッチで滑ったら、あの、膝負担かかるでしょうから、大ちゃんもね。なんかエッチの倒れ方はね、そのやっぱり、2年前世界選手権で見たことでもないし、かったし、でね、まあ全体的に緩かったんですよね。だから、なんとなくこう、なんだろうな、あの、やっぱこのプログラム難しかったんだなっていうことを思いました。あの、マスクの時は思わなかったから、やっぱマスクは初年度で、マリーナ先生もだいぶ遠慮して作った、あの、リズムダンスだったんだなっていうのとかが分かって、あの時は結構難なくマスクこなせてるような感じだったけど、やっぱソーラン節ことはある程度滑り込まないと、ショーだけで滑るにはかなり難しいプログラムなんだなっていうことが、あの、今回見てて思いました。で、見てすぐ見終わって、2回見て、そしてあのフジテレビのワンカメの、あの、世界選手権の、あの、何あれ、ツイズル大地がミスしたやつ、あれ見たんですよ。リズムダンスもう一回ね、全然違う、全然違う。で、なんかやっぱさ、大ちゃんってさ、こうスイッチ入った時にさ、こう試合でスイッチ入った時にしか見えない、あの、なんだろうな、高橋大輔らしさみたいなのとかがさ、あるじゃん。そう、あの、大ちゃんファンの方はお分かりだと思うんですけど、それがさ、やっぱさ、その世界選手権の22年の時と今回のだったらもう全然違ってて、はあ、なんかもうあの高橋大輔は見れないのかっていうショックがまた襲ってきた。そっかーっていうね、あの、なんかちょっと切れそうなぐらいにこうガンって気合が入ってるなっていう、こう、なんだろうな、気合が入った時の大ちゃんのあの感じは見れないんだなっていうのとかが、意外とかなちゃんはあんま変わんないんだよね、ショーの時もその本番の時も。ただあの最後の気合入りは、あの、大ちゃんがツイズルミスしてからの最後のストレートラインの気合、あ、カナちゃんめっちゃ気合入れてストレートライン滑ってるなっていう感じとかは、やっぱしあの方が違うと違うなっていうのとかもあったんだけど、カナちゃんは意外とあんま変わらないなと思いました。うん、だからそこがなんか、あの、ショックだった。とっても。でも、しょうまくんのインタビューとかはとても良かったと思う。あの、そう、あと、かなちゃんのダンスバトルも可愛かったし、そう、しょうまくんのインタビューもすごい良かったなって思うから、で、なんか、私、あんまり、さ、そう、その二人に、うん、大ちゃんとしょうまくんにも、ゆずるくんにもそうだけど、なんか誰にもそんなに思い入れがめちゃくちゃあったわけじゃなくて、ぼーっと見てたからさ、初めてなんかしょうまくんが大ちゃんについてこう、語ってるのを見て、あ、すごい、そんな思いでずっとしょうまくんはいたんだなっていうのが分かって、それちょっと嬉しかったですね。で、あとは姉さんと、あ、姉さんの一人で滑る、ナンバーと、エキシビのナンバーと、姉さんとしょうまくんのコラボですよね。やっぱ姉さんはエッジワークとかは全然やっぱ違うなって言って思いましたね。姉さんどうするんだろうね。まだなんか引退宣言はしてないらしいけど、どうするんだろうね。どっちなんだろうね。姉さんファンの人はどう思いますか。どう思ってらっしゃるんですか。復帰かなんか、今から私パパ自然のことは喋るんだけど、最後にね、そう、なんかパパ自然は、私はダンサーとしては、パパ自然は多分今季復帰するんじゃないかと思っていて、
でちょっと姉さんのことそこまで追っかけてないから、姉さんファンの人もしなんかあったらコメントください。復帰するのか否か。復帰するっていうかあれですよね、まだ引退はしてないから、来年のオリンピックミラノ目指すのかどうかなってちょっと姉さんがね気になるところですよ、ね、そしてそう姉さんのそうソロナンバーがあって、翔馬くんと姉さんのコラボがあって、最後翔馬くんだけど、翔馬くんはねなんか画面からも伝わってくるパフォーマンス力がめちゃくちゃ上がったなって思いましたね。もうすごい表現、なんかいわゆる表現力がついたっていう感じなんだけど、エキシビバージョンの滑ってて、でももう本当になんか全然ここ1年2年ぐらいで、やっぱ世界選手権2連覇したっていう自信も大きいのか知らないけど、なんかもう全然なんかまた一皮も二皮も向けてこう目が離せなくなっていってるなっていうのを感じたので、これで世界選手権、なんか私さ最近さカナダ推しがかん、去年か今年か、今年の世界選手権の時とかもなんかさ、カナダ推しがやばすぎてなんかあんまりシングルス女子も男子も覚えてないみたいな状態だったんだけど、でも気づいてみればカオちゃんもショウマくんも世界選手権2連覇になってんじゃんと思って、なんかリーチみたいなリーチみたいな感じになってんじゃんと思ってすげーってなりましたね。今年が2人ともすごく楽しみだしね、え舞ちゃんもプログラム良かったから、もちろんでリクルーは結構もう安定感すごいなって感じだったから、ちょっと今年も目が離せなくなるんじゃないでしょうか皆さん。日本フィギュアのファンの方、日本人選手のファンの方ね。でアイスダンスは結局カナダのプログラムしか、そのソーラン節コートがフルやっただけで、みんなでやったダンスナンバーとかも本当に最後のエンディングのところでチラッと映ったぐらいだったから、あんまりそれは結局なかったし、チョックベイツとパパシゼとかもなかったんだけど、まあないよねって思った、なんかそれはしょうがないよねって思った。なんかどうせアイスダンスだしなみたいな、カナダイソーラン節フルでやってくれただけでありがとうテレビって感じだった。そうで、あそうそうなんだけど、何パパシテの、これフリーなんじゃないかなって言って、私が見たザ・アイスで喋ってる ザ・アイスの名古屋公演の時に喋ってるやつがあるから、それちょっとまた貼り付けとくけど、そう見たやつをと、有料コミュニティの会員の方が、はい、送ってくれてたんですよ、LINE でね。でそれもちょっと貼っときます。でこれね、多分見たプログラムはそれだけど、若干最後がスピンで終わってたから若干違うと思う。若干なんかまだ要素が固まってないなっていう感じなのが一つと、あとはあれもありますね、音楽が多分あれ当てで音楽やってるから、多分音楽は合ってないから全然違う音楽になるんじゃないかなと思います。でなんかパパシゼは、ね、2年前オリンピックシーズンの時もね、なんかリズムダンス全然違う音楽で滑ってるやつが流れてたんですよ、海外の YouTube で。だからなんか今からどんどん情報出てくるんじゃないかなと思うので、あとね最近アイスダンスのチャンネルかなんかでフィア・ギプソンのリズムダンスとかも出てたから、ちょっともう作ったよ、もう2023年グランプリシリーズ観戦っていう再生リストもみんな作ったからね。でもちゃんとシングルも今年は追いかけますから、皆さんご安心を。かおちゃんのファンも、しょうまくんのファンも、はい、ちゃんとレポします、今年は。初心に戻って。去年気が狂ってたみたいになったから。しようと思うので、またねちょっと整理しつつ放送もやっていこうと思いますので、お楽しみです。で今日は、そのザ・アイスの舞台裏の、テレビ TVer のやつと、放送と、あとパパシゼのこれフリーダンじゃないかっていう YouTube を、はい、今日貼り付けておきます。あとなんか
私の興奮の感想のやつとね、もう貼り付けときますので、よかったら見てください。で、リサイクル券は今日までリサイクル券発売しております。5000円のリサイクル券があと1個になりました。で、1万円のリサイクル券があと2個で、2万円のリサイクル券はまだ3つありますので、はい。で、今からね、リサイクルのもの届き次第、また、YouTube ショッピングもやってきますので、お楽しみです。ということで、